いいでしょ。よかった。すごいツルツルなって。めちゃくちゃいいよね。本当に手触りも違いますし。で実際どれくらいなのかちょっと検証してみよう。うん、やってみよう。やってみましょう。はい、じゃあ競争していきます。よーいスタート。軽そうだよね、うん、持ってる感じが軽そう、うん、飛んでる髪の毛がの量が違うもんね、うん、どうですかプロドライヤーの方は。いや、 やっぱりロングの多毛さんでも、うん、何の心配はないですよね。はいはいはい、はい、うん、風量的にはいやもう僕の感じの中では一番強いですね。今まで数々のドライヤー使ったんだけど、うん、やっぱりね、結構ドライヤーを、ね、大風量にすると重さがある感じですもんね。あ、確かに。でも従来の考えだとモーターのでかさ、うん、っていうところが比例している感じがするから、うん、どうしても重いので疲れるんですよね、風が強いけど、ね、やっぱちょっと風の弱さをね、うん、感じてしまうかなっていうのがあるんで。確かに。早っ、ちょっと頑張ってよ。早いね、めちゃめちゃ早いね。そっちめちゃくちゃツルツル。ちょっとやっぱり乾燥感じますね。そう、うん、いやでも結構まとまってるけどね。うおすごいね。違うでしょ、全然違う。まとまってるもんね。そう、なんか毛束みたい。毛先まで水分の潤いがしっかり、うん、たっぷりある。すごい。大丈夫、急いでよ。結構マジで急がないと多分早いぞ。こっちこっちがかなわない。本当大丈夫ね。気流所がついてる。気流所がついてる。大丈夫ですか菊さん。いや岩さん、はい、ちょっと次元が違います。次元が違います。次元違う。次元が嘘。20年前の風に感じます。あ、こっちが。そっちが嘘。乾いて感じが違うってこと。風が結構ピンポイントで、ああ集中的に出るんで早いんですよね。終わったもう。完成です。早すぎだよ。もうツヤツヤじゃん。マジでツヤツヤじゃん。なんだよその見下したような目は。弱で全力でやってんだよ。弱でやってんだよ。弱じゃないんだよこっちだって。全力でやってんだよ。3分ぐらい早いんじゃないそっち。いや全然違いますね。ってブラストでしょそれ。ハンドブローもこのツヤです。本当通してないですよね。変わっていいですか。ブラストーサーじゃん。良かったですねこれ。めちゃくちゃ早かった。やっぱ早いですね。ちょっとさすがに負けたかも。ちょっとそれはすごすぎるわ。最強だね。最強でしたね。やっぱりドライヤーが速くなると回転数上がるからね。すごい乾くのも早いし、ツヤもすごかったですよね、うん、ツヤもすごいんで、多分ブローとかも時短できるので、うん、お客様の滞在時間短くなります。あー確かに。でやっぱりこう風の強さだけじゃなくて、うん、あツヤ感とか保湿もしてくれるから、お客様結果綺麗になるんですよね、うん。じゃあこれで生産性上げていこう。いこう。